ゃんは可愛いね。そうだよ、ツインテール。うん、違うよ、これはハーフアップだよ、全然違うよ。ムキムキさんありがとう。ほう、チッチーさん結婚して、うーん、できません。そう、行ってきて、でその後にノーミョンとちょっとご飯食べました。チゴも好きよ。どういうこと？あ、タワレコのやつでしょ。寝る、いい夢見ろよ、お願いします。いい夢見るよ、わかんない、何が正解。こんばんは。出会ったからからずっと可愛い心、なんかめっちゃ斜めっちゃうんだけど。吉和さん、アーキティさん、深松さんありがとう。マッサーにゃんこさん結婚して、ちょっとできません。あ、いった、ちょっと勢い余って結構骨と骨の衝突が発生した。ありがとう、今日もだよね。ありがとう、ありがとう、びっくりした。あなたの選手、広告員さん、ひらさん、ありがとう。そう、なんか山梨のラジオのやつで愛の重さ流れるらしくて、あと千穂さんと、マイキューさんがなんかお祝いコメントみたいなのね、が放映されるらしい。気になるよね。そう、みょんみょんとねご飯食べてきた。あんたんさんありがとう。ふうくん結婚して、うん、できません。そう、なんか僕対公演で出てたよね、7月。なんか7月2回あるみたいで、ちょっとまあ出る、まあ出ると思うんですけど、人数的な部分で。そうだから、リエチェは20の方かなの僕隊で多分最後なのかなって感じだから、一緒に出たいね。ファンタンさんありがとう。ジューンブライド終わっちゃうよ。なんだって。シューキッチさん、あ、言ったらさ、ヒラさんありがとう。そうだよ、タワレコは行くたびに書いてるから私は。そうっぽいね。ギーラさんありがとう。ハフアップです。佐々木さん、奈緒さん、熊さん、池辺さんありがとう。7月行けないかも。なんだって。熊さんありがとう。私本当に頭が悪いんですよ。私は頭が悪いので、はい、いちごの気まずい虫の相手誰になるの。かすみんだったとこよね。かすみんでもゆうなんはりさこのとこに入ったから。でもさって、でも結局さ、あの4人はどうなんだろうね。サッチーが東京公演の時にそこのポジションをやったことがあるはずだから、サッチーかなとか思ってるけど、どうなのかな。知ってる、なんだって。アーケジさんありがとう。私頭が悪いから本当にやってしまうことを発表していくの。むくみをね、むくみのキレートレモン、むくみに効くよみたいなキレートレモンがあって、朝早いさ日とか、いや買うんよこれを。で私これ本当 に味が本当に飲めないの、苦手で。それ分かってんのに買っちゃうの。だけど本当にこんぐらいだけ、こんだけ飲んでほもう飲めないっていうのが2本ある。もう本当にやばい、もうやめてください。ガスコー。青木地さん結婚してできません。それ聞くの、分かんない、聞いてるか分かんない、気持ちの問題みたいな。飲むよく。そう、だこういうのが家中にいっぱいあるから、もう怖い。もうさすがにそろそろ学んだし、これがもう私は苦手な味だっていうこと。でも本当にちょっと苦手な味してて、だから聞くのかもしれないけど、普通のと味、なんかちょっと苦い、めっちゃちょっと苦い、ちょっととってもってどういうこと。飲んでみようかな。私いいのなら飲む。さやかりんさんよく飲んでる。あ、そうなの。マイキューさんがリニアの話してる。あ、そうなの。でももうむくんでるなって思ったら飲むしかないじゃん。カスミンとの思い出、なんか私前の僕隊でも言ったんですけど、カスミンとやっぱビジネス不仲してて、特にないとか言ったらやばいんだけど、でもカスミン、そう、その前回の僕隊のそう MC がなんか2人でユニット終わりのところが2人でね MC だったんだけど、そう、そこでそうカスミンってめっちゃメイクが薄いから、私がよくもう早くしなよって怒ってるって話をしたのよ。で今日も MC で今日もかすみメイクが遅かったみたいな話してて、おもろかった。おもろでした。しんさんありがとう。こんばんは。さやかりんさんが聞くって言って、あ、じゃあそれは聞きますもん。はい、聞かないわけがないです。本当に困っちゃいますよ。りきねさんありがとう。普通のやつの方がさ味違うんかな。さかえさんありがとう。
そっか、あ、今日会いに行ったんか、東京の方ね。最初で最後になったね、ビジネス不仲 MC。 そうそうだよ。ドイさん、あきじさん、ありがとう。キュン、かわいい、ありがとう。ピースチャンネル、人生ほこんちさん、ありがとう。かすみ、自分のメイク道具持ってない。うん、人に借りたりとか、ひーちゃんにやってもらったりしてるイメージ。そう、かすみんというな。マイペース気味ですね、みんな。お腹がいっぱいだよ、私は。私はお腹がいっぱいです。ナーミョンとご飯食べたからね。今日そう、美容師さんいなかったから、かすみん自力。こんばんは。高野桜坂さん見た？多分その時間はかすみんを見に行ってる。こってやっほー。船野さん、ありがとう。かすみんとお出かけした。あ、お出かけしてない。ナーミョンとお出かけした。四角くさん、ありがとう。何食べたの？アレスさん、ありがとう。キムチ鍋と、なんか鶏皮の唐揚げみたいなやつ。ルースさん、ありがとう。食べた。あと何か食べたかな。あとコーラ飲みました。あと何だろう、特にない。何か食べたか、食べてないか。あとあのセブンのスムージーを飲んだ。あ、もう飲み終わったっけ。自分飲み終わった。夜食でラーメンとドーナツ、カロリー高いね。トンさん結婚して、うんー、ちょっとできない契約よ。いちごちゃんサイリウム持っていって。いや、いちごちゃんさ、サイリウムさ持ってき忘れたけさ、あのルイボスティーのさペットボトル持っとったよ。それとあのミューポンが持ってたレモンティーのペットボトルこう振ってた。さっきのいちごちゃんの髪の長さかすみぐらい、いやもっと短かった。多分もっと短かったよ。こんぐらいだった。なんかボブとかじゃなくて、なんかショートが伸びたって感じ。ちょっとかんばんは。あのハンデメタルごちゃごちゃすごいじゃん。急な公衆便。今日のカスミンの思い出が暴露話、死ぬ。カスミンの寝相悪い話、ノアミョンと爆笑した。みんな爆笑だった。今日はね、見学しに行ったんだけど、ノアミョンとユイナとミューポン。まあ、ひーちゃんはね、その東京のあれに出てたからいなかったけどって感じ。鶏皮の唐揚げ食べた、美味しかったけど、なんか塩がなくて、塩もらって自分でいっぱいかけた。キムチ鍋の締めは何したの？え、何もしてない、そのまま放置。あ、でもお米食べたよ。お米、塩ご飯。こんばんは。そうだよ、みんなひーちゃんそういうとこあるから。今日は公園に見に行っていました。あ、一緒ですね、奇遇ですね。私と一緒ですね。アンコール、アンコールのね発動しようかなって結構みんなで悩んだんだけど、ナーミョンとユイノとミューポンと、行く行く行くとか言ったけど、行きませんでした。アンコール発動しませんでした。アウエさん、ありがとう。カスミンのコールめっちゃもうバカデカボイスでしたよ。なんかそう、なんかちゃんと超絶かわいいとかもやったし、ミューポンとかは分からんけジャージャーだけ言ってた。そう、全員行ったりました。おじいや、で私はお米をぶち込んでチーズとかを入れるのが好き。鍋の最後、お鍋の最後。そう、ミューポンジャージャーだけ、私はもう全部トーラーヒーもちゃんとやりました。ヒドセインヒドタペトリジョーキョーチャペアペカラキナスキミューホンツスキーって感じ。あ、そこ、そう、公園見に行ったよ。今日は謎のオーラを感じたので、ジョーちゃんたち来て配信にさ、私たちの声乗ってなかったんかな。マジバカでかかったんよ、とんでもない声を出したんよ。しかもなんかユイナがめっちゃ声でかくて、めっちゃおっきい声でカスミーとか言ったけどね。チーズ入れてパセリをかけたりとと、パセリをかけんかったりとじゃないの。
いちご鍋絶対美味しくないからやめてください。そうみゆぽん、そうぽんぽん、ぽんぽんは今日ね学校に行ってきたんだって。大変だよね、危険です。嘘です、私だけ完璧なミックスをかましてきました。しなきさんありがとう。卵溶いてネギ、全部いいな。鍋の締めいいよ。でもなんかその食べたお鍋がめっちゃ味濃くてもう塩分過多って感じ。こんばんは。そうめっちゃ喉痛いもん。つーさんありがとう。もう私レベルのねになるとね、そう喉が最強なの。そう富士急の話さ、そうね、ヒーターとして行きたいねって言っとんのよね。やっほー、ゆいにゃんから聞いた今日の3期生の絆が素敵すぎる。なんだいちご鍋は大量に砂糖をぶち込んで煮詰めればそれいちごジャムなんよ、ただの。うーん、 OK P さんありがとう。 P さんありがとう。でも多分だけど、あの誰よりも一番声張ってた私たち4人が、かーすみんつって、そう、あの頃はかすみんコールで聞こえてたのゆいな。みんなしてたよ、あのカスミンコール。なんか私はちょっと遊び出して結構いろんな声でカスミンコールした。カスミン、カスミンとかもしたし、カスミンみたいなのもしたいろんな人物になりきってきた。今日配信のおしめに24時間私のことを考えて言われたので、自分が考えていく時間がゼロ秒になりました。あら、でも24時間超えたらそのもう解き放たれてしまうってことだよ。青木地さんありがとう。そうで公演の感想を書かなきゃ。そういちごは乗れませんから、こんばんは。山梨県ね、クレさんもあやばい、富士急に行きたいって言ってる噂を聞いた。富士急行きたいね。でもみんなで行きたいですよ。でもめっちゃ遠いからね、ちょっと大変。ウニとハヤビを具にした、どういうこと。青森県変わってますね。青森県かすみーもした。あ、かすみーってこと。うん、したした。こんばんは。神手席だった。お、素晴らしい。大地さんありがとう。超絶可愛いかすみー。北沢さんはね、あの富士急をやっぱり地元として案内するだけでいいんですよ。みんながジェットコースター乗った間は私いつもメリーゴーランドとか乗って楽しんでるよ。こんばんは。北沢くんの声、カスミーンって言って、みんないろんな声でコールした。富士山乗ってね、やだよ。今日の髪の感じ良い。やった、今日なんか本当下ろしてたんだけど、なんか最近髪がさめっちゃモサモサしててさ、なんか今日は縛りました。途中で縛った。しんさんありがとう。ウニがイチゴに見える、やだ、嫌です、嫌です。だからあのラジオだよね、イチゴさんとマイキューさんのコメント気になる、楽しみにしとこっと。こんばんは。サイさんありがとう。でも嬉しいよね、自分の地元でSTMの曲が流れるということで。いやなんかこの前山梨帰ってる時お店とかのでなんか流れてたから、ああいうのもさ動画撮ったんですよそうマーミョンもね来たよん。ステージからあそういうこと、みんながやっとるところってこと。やっはー、今日のいちごちゃんなんだろうね。髪縛って黒いからかな服がどんな理由。ジェットコースターと戦慄迷宮はどっち行く。どっちも行かないよ。どっちも乗らないですから普通に。今日のアイライン好きかも本当。こちらです。もう取れてきてるけど、こちらですでも今日さ時間なくてめっちゃスッってやった適当です。いちごジャムフォンデュー、チョコフォンデュみたいな感じで、かわいい。やった、高輪さんありがとう。こんばんは、こんばんは。カフェの
なんか急なリセットし、今日は彼女はいないのね。彼女だって誰だよ。カッピーやっほー、ゆいな、ゆいな、いる、いないわ。お疲れんか。今日は恋方、恋方勝ったんですか。いちごだよ。アイラインの聞き方なんで気づくの偉い、偉い、素晴らしい。アイライン、え、やっぱさ、みんな富士急の楽しみ方を知らんな。やっぱダメやわ、ダメだわ。やっぱさ、山梨県民のいちごちゃんが教えてあげるよ、みんなに富士急の楽しみ方。富士急はまず入園無料だからとりあえず入るんですよ、勝手に侵入して。富士急ってめっちゃいちご飴とかりんご飴とかなんか何でもあるね、タピオカとか食べ物屋さんが。だからまずそこに行って、あの原宿みたいな感じだから、ほぼほぼ原宿を楽しんで、そう、その後にメリーゴーランドで愉快にこうみたいなもうするんよ。わか、あれ、なんかご飯食べに行ってるイメージ、富士急は。そんな感じ。行きません、こんばんは、お疲れ様、お疲れ様。あと写真撮ったりとかね。てかの時間、あ、ブロック、あ、ブロック、あ、うん、カズさんお疲れ、ありがとう。ゆうききんさん結婚して、無理。そうだよ、今日僕と行ってたよん。犬かき、で、なんだ、あのプールがなんちゃらみたいな。そう、入園無料で、あのワンちゃんとかも連れて入れるから、ワンちゃん飼ってる人は、まあ、マカロン連れてじゃない、うちだったらマカロン連れて、なんかマカロンと、あの犬と観覧車とメリーゴーランド一緒に乗れたはず。あとあれも乗れたか、コーヒーカップみたいな、あれも乗れるはずだから、ワンワン飼ってたらいいと思う。でもね、あの高崎彩子さんとかがね、富士急でやられとったけ、いい、あのバスツアーみたいなやつ。それ原宿なのでね、うん、いやー、ちょっとお金かかりますよ。富士急マカロン入れるよ。松太郎さん結婚して NG ね、エヴァンゲリオンコラボしてたけどもうないはず。あれはなんかあったよね。スーさん結婚して、マツさん結婚して、ちょっと今日結婚して多発してるな。 NG チャンネル、ちょっと契約違反です。フルキー入園無料だよ。ローストビーフ丼食べた。そう、そういうなんか美味しい食べ物がいっぱいあるからね、それがいいと思う。で、なおかじさんありがとう。そうそう、あと富士急は、あ、今はもうないんだっけな、今はもうない気がするけど、最近まではその欅坂さんと日向坂さんがライブやっとったけ、その木とかが植えてあったよね。もう植えてないんかな。あとなんかスケートリングとかもなくなったんかな。スケートとかもできたんよ、冬はできて。夏はなんかボートみたいなところがあったんだけど、なんかそこがなんか広場みたいになってた気がする。最近何食べるって優しいね。わきまさんありがとう。そう、山下ラジオでね、おやす愛の重さ流れるんだって。だよ、君の気持ちせよって見てしいた心がしび、何を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 。こんばんは、こんばんは。でも絶叫乗る人はいっぱい乗ったらいいと思う、楽しいから。きっとその人たちには楽しいのがいっぱいあるから、それ乗ったらいいと思う。あとなんだろうね、富士急は。まあでも普通にさ、遊園地とかって楽しいから大丈夫だよ。タフ一切、どういうこと。一見結構広くて、富士急広かった。え、富士急広いか、まあでも広いか。あとトーマスランド楽しいよ、トーマスランド、トーマスと写真撮ったりとかするの楽しいよ。山梨県の優勢でも、あやのも結構な、え、やっぱ私もこの前山梨に帰った時に
なんか流れてたお店で、あ流れてるってなった。リュウキキンさん、カズさんありがとう。わかんない、スケートリングなんか広場に乗ってた、山なんかなってた。トーマスランドの方かな、なんか雪とかめっちゃ人工雪みたいなの降らしてたりとか。カズさん、ナオさんありがとう。ラフジキは楽しいでしょ。ナルトはあるよ。ナルトはねまだ全然ある。ナルトもね、ナルトもなんか普通に楽しめそうな感じだったから行ってみたいよね。わかんない、スケートリンクなくなった説がある。静岡県側の遊園地ということ手遅れた、やっはー。通勤好きなとか心がしびれ、心がしびれ、しびれるくらい。いて、僕尻の感想で16年ミックス入れると思ってた。入れないよ、入れないよ。なゆかりさん、デイさんありがとう。そうだから写真撮ったりとかも楽しいと思うし、ああとね、富士飛行車っていうアトラクションはねギリ乗れるんよ。なんか映像、なんか椅子に座って映像でこう結構飛んでる、空飛んでるみたいな映像が流れるやつがめっちゃ怖いんだけど、普通に高所恐怖症だから足もパタパタしてマジちょっとそんな怖いんだけど、あれはギリ乗れる、まだ室内だから。だから私が乗れる 最悪なラインは富士飛行車。観覧車もまあギリギリって感じ。富士急の観覧車もでも風強かったらちょっと怖いよな。そうプールとスケートリングだったとか、プールっていうかあのなんかボートみたいな。自分のプランで楽しむよ。ほんと長井さんありがとう。エカテリーナ、エカテリーナ2世さん、うんうん。スケートリングないよね。私なんか私の学校さ、なんかスキー教室とかあるじゃん、普通の学校スケート教室だったよね。今日も一番可愛いです、やったスケートできるよ、だから授業でやってた。チェイチェイさん結婚して、だから契約違反なんだってそう映像から風が吹いたりとかするやつがあるの、富士飛行車って。リチャーさんありがとう。観覧車乗れる、観覧車はまあギリでも怖い、普通にちょっと震えながら乗るけど乗れるっちゃ乗れる。なんか空中ブランコとかも一回乗ったことあるけどマジで怖かったから、もうちょっと怖くて乗れない。怖いよあそこ。イッチーさんありがとう、こんばんは。イナバウアスペルの得意、手任せプリンスありがとう。わかる、冬場の富士駅はほんまに寒いよね。なんか普通に山の方だから寒いよね、富士吉田の方やけ。あたまに電波が通じないスキー教室、え他のスキー教室のイメージ、なんか基本観覧車、観覧車はね、でも観覧車はそのどっちかに座るとかやめてほしい、怖いから。あバイキングでも乗ったことあるよ、こういうやつでしょ、こういうやつでしょ、船とかのやつでしょ。川田さんありがとう、やっほー。リタさんありがとう。川津やる、あら閉館したの。なんかそのこういう船に乗るやつもなんか昔あったん、富士急に、今ないけど、何だったかなあれ、えハム太郎かな、わかんない、何だったっけな、なんかあって、富士急のその船のやつが小学生ぐらいの時にあったんよ、友達と乗った、めっちゃ怖かった。小5とかだったかな、めっちゃ怖くて、そうなんかもう怖かった。スキーもスケートもなかった。あそうなんだ、えじゃあ何してたの。スーさんありがとう。 UFO みたいなやつ、あの飛んでみーなみたいな。イケピさん、ヒラさんありがとう。スキーもスケートもない、プールとかでも冬なのかなあれって。グレートザボン、えでも水系は乗れる、あのなんだっけ、流しますかは乗れる、ちょっと怖いけど。ブランコは全然乗れる、普通のブランコは乗れるけど、あの回転するやつか。イッチ結婚して、うん契約違反できないよ。そうスケートスタイル死ぬだから観覧車はもうバランスよく乗ってほしい。エキピさんありがとうね、風が吹いてなくて、そう
そう、そういう時じゃないと思う。リュウキケさん、ありがとう。あのね、みんな藤木言ってみてね。今気づいたけど、いちごとのツーショットまだ載せてない。そうだよ。なんかひーちゃんは固定にしてるのを見たけど、なんかわしは載せてくれないんだって思って時間時期関係ないスポーツくらいしかなかった。あ、そうなんだ。なんだったんだろう、じゃああれでもスケートしてたんよね。やっぱ地域差なのかな。マラソン、私マラソンやったことないよ授業で。ごめんなさい、死ぬ、ごめんなさい、ごめんなさい。ハートしなかったから。違うよ、ハートしなかったのはやっぱりあのやっぱりちょっとやっぱね、そのそういうことなんだよどういうこと、やっぱりあのそういうことをしてもやっぱそのぐらいの仲良しだよってこと。2人対1人ってことだからみんなで富士急行きたいよね。でもさ、広島から富士急とかちょっと遠いですよね。泊まるところはまあ私のところにね泊まったらいいよみんなね。だけど遠いからね。四角かけさん、ありがとう。ゼロトピさん、ありがとう。やばすぎる、もうあだ名ついてんのおもろい。ゼロトピさん、アーキジさん、ありがとう。ね、カスミンとかもみんなで行きたい。カスミンなんかふっかるのイメージだから来てくれそう。いつ呼んでも、いつ呼んでも来てくれるはずカスミン高校生か。学生組はねちょっと難しそうだけど、その大人たちは大丈夫そう。3期全員泊まれる、泊まれるよ全然。3期全員泊まれる、うん泊まれる。ツーショット話す時間めっちゃ短かった。え、ツーショットってさ、いつもさ写真撮った後にちょっと話す時間がさあるじゃんか。なんかあれかな、あの写真を撮ってる時間も含まれとるんかね、あれって。やっぱえ、そうなんよ、スパークのやつね、川崎開催になったからね。山の格好で開催してほしい、またほら、ありがとう。広島から富士急までバスツアー遠すぎて死んでしまいそう。めっちゃ遠いよ絶対。同じぐらいだと思った、同じぐらいだった。え、あ、含まれてるんだ、これ、ここの時間も。え、クルさんだ、これ配信始めた。縁日楽しい、ほんと縁日。でも縁日もさ言うて割かしすぐじゃんね、そんなに後ではないから楽しみです。タケコプターか、そうか、タケコプターちょっと空飛ぶから怖いから無理、ちょっと交渉 NG でして、すいませんドラえもん NG です。私はあれがいい、どこでもドアがいい。どこでもドアてってでー、どこでもドア。あー、そうなんだ、写真撮ってる時間も入るね。じゃあスタッフさんのこのピーとか、うん、あれによるね。そう、今回のツーショット立ちですから、バス多分10時間、はい無理です。ありがとうございました。かなえさんへとの初めてかもって言われた。へえ、そうなんだ。タケコプター壊れやすい、やだやだ、あれがいい、あのテッテリーテッテリーって感じ。ちょっとなんだっけ、今言ってたのにさ分かんなくない、どこでもだ。でもお話し会はちょっと長かったと思うけどね、いつもより長かったかなと思ったけど、お話し会のあれは長さはなんかツーショットは変わらんのかね、わかんないけど、でもゆったりとお話できるって言ってるもんねピントが合いにくいスマホにする。こんばんこんばんは。逆にね、あのお話し会が座りだから珍しいよね。いちごといつもこれくらいだよって言ったら、あは死ぬ。そうなの、でもいちごとそれくらい取らなかったもんね何秒かは分からんけど、取り調べ面会やばい、なんかあれだった、めっちゃ面会を感じた私も。
劇場ワンダと故障する、剥がしにくい。こんばんは。やばい、もう57分だ。じゃああとちょっと58分になったらランキング読みます。こんばんは。マジでお腹いっぱい、ラーメンとご飯食べたから。あ、なんかいっぱいな。今日クアトロでイチゴを見つけました。あ、もうめっちゃもう目合いましたもんね。うん目合いましたもんね。お酒こっそり割れただけで、うん、終わりました。なんかもうさうん、それは面白いもん。こんばんは。取り調べ、そうだよ、ガチ取り調べ。あ、58分か。じゃあそろそろランキング読んじゃうかなみたいな感じですよ。ランキング読みますよ。15位か読もうと思います。違いがくまさん、14位すーさん、13位なるかりさん、12位ルイさん、11位ゆきひろさん、10位りきぬさん、9位とんさん、8位ルーズさん、7位ひろさん、6位ふなおさん、5位りちゃさん、4位なおさん、3位けぴすさん、2位ワンタンさん、1位よしこくくんさん。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。中健さんありがとう。音符音符ありがとう。のぶさんありがとう。配信ありがとう。こちらこそありがとうございます。と今日はね、かすみんの僕対声を見に行った一日でした。でその後にみょんみょんとご飯にお出かけして、そんな一日でした。また明日、明日はね、明日もね予定あるからね、頑張ります。明日は5時朝の、なんでおやすみおやすみ、また会いましょう。 X もね投稿したのでよかったら見てね。あとは何かあるかな、特にないです。おやすみ、ありがとう、バイバーイ。おやすみ、おやすみなさい。ぐんない、またねまたね、バイバーイバイバーイ、またね、おやすみおやすみ、バイバイ、おやすみ。なんか黒い服着てるからか。バイバイ、おやすみ、バイバイ。バイバイ。お店の子なった。